久保さん。いや、さっきね、やっぱシンクロですね、ローは。さっきね、僕、新商品も作って、ドリアカの講義と、まあ、新商品2つ作ってて、3つ作ったんですけど、まあ、その新商品でね、まあ、今回の久保さんの話をしてたわけですよ。<laughs> まあ、その、億万長者合宿の本編でも言ったんですけど、まあ、その、一誰の一時情報なのかって話ですね。だからやっぱ、情報ビジネス、コンテンツビジネスやっていく人は、やっぱそこがね、まあ、理解できてないというか、 まあ体験していないので、まあ、なんか、腑に落とせないところはあると思うんですけども、まあ実際そうなんで、うん。まあ結局ね、なんかあの、なんだろうな。あの、相手がどう思うかが正解なんですよ。でも、自分がどう思うかが正解にしてるっていうね。うん。でも、その違った意味で自分がどう思うかの正解はあるんだけども、ことビジネスにおいては、 そもそも誰が払うのって話でお金をね、うん、自分がお金払うんだったら自分の正解でいいと思うんですけど相手がお金払うんで相手がどう思うか相手がどう感じるかが全てじゃないですかでその情報元がね別にその自分の情報じゃなかったとしてもまあ相手がねそれに納得感だったりとか久保さんが言ってたというよりね、まあ、アンケートあの伝えてほしいっていうね代弁して言っただけなんだけども <laughs> 30万じゃないですかうん だからその情報発信の概念ですよね。なんか、よく言われるのが、まあ、吉谷さんは経験があるからとかね。吉谷さんは今までやってきたからとかね。まあ、その通りなんだけども、じゃあ、じゃあ、うん、なんだろうな。全員ができないのかっていうと、全員できるんですよ。単純にそれをやればいいだけなんで。なんか、その、なんか、やらない理由を言ってるだけであって、うん。 じゃあそのね医者を例えるならばじゃあ医者がね全員ブラックジャックみたいな才能を持ってねあの究極のオペができる人しかオペができないのかっていうわけではなくまあ、普通に勉強して普通にやってでオペができるようになるわけじゃないですかもちろんその中でそのセンスがある人センスがない人は出てくるかもしれないですけどある一定はいけるわけですよ。うん なんだろうなみんなが東大に入れないかもしれないけれども、ある一定の大学は入れるよねっていう話です。どう,どうですかね。<laughs> みんな、んか、まあ、例えばセンター試験、まあ、ちょっと詳しく分かんないですけども、ある一定の点数取れば、みんなは多分、なんか、なんか、資格みたいなの取れると思うんですよ。じゃあめ、もう分かりやすい例で言うならば、免許ですよね。免許も、勉強すればね、ある一定の人取れるわけじゃないですか。 全員取れないとかないですよね。才能があるから免許取れるんですかセンスがあるから免許取れるんですか違いますよね。ある一定の勉強してきたからじゃないですか。そう、僕もバカですけど勉強しましたよ。だ落ちたら金かかるんで、また。だから仮免も、本ちゃんも、僕は一,一度たりとも落とさず、うん、一発合格ですね。嬉しかったですね。うん。でもそれはちゃんとやったからですよ、勉強。 うん、なんかそのテストに出る、まあ、その問題みたいな問題集なんか本,本屋に売ってますからその問題集ね23個買って勉強しましたよ落ちたくないからでも僕バカでも受かりましたよ、うん、だからある一定をクリアすればね、まあ、この億万長者合宿でも何度も言ってますけどいや久保さん本当にマージャン店の借金まみれのおっさんですからね <laughs> ま言葉ちょっときついですけど <laughs> そ,れそれでもできるわけですよ でじゃあなんでできたのかっていうと、人よりただやっただけなんですよね。すげえシンプルで、久保さんに才能があったのかではなく、やっただけですよ。うん、そのや,やれることが才能っていうんだったら、それをね、もしやれることが才能と、もし、うん、定義づきちゃうんだったら、うん、じゃああなた生きれる才能あるじゃないですかと。まあ、極論言うとね、まあ、ちょっといあの理解できないかもしれないですけど、あなた呼吸できる才能あるじゃないですかみたいな。 手を動かせる才能あるじゃないですかと。目が見える才能あるじゃないですかと。喋れる、に友達と喋れる才能あるじゃないですかと。手足を動かせる才能あるじゃないですかと。世の中には手を動かしたくても動かせない人もいるわけじゃないですか。あなたは才能を持ってるんですよ。手を動かせる才能。喋れる才能あるんですよ。喋りたくても世の中では喋れない人い,いますよ。うん。だからなんだろうな。 うんまあやるだけなんですけどうんまあ勉強してしゃなんだやればいいんじゃないですかね。うんまあ僕たちはその,そ,その僕とか久保さんが言っていることを「うん本当だよ」って。 っていうことを証明するために生きてる、生きてるというかね、まあ、この億万長者合宿に意味をつけるんだったら、僕たちが億万長者になっていく証明であるっていうね、<laughs> 生きる証明ですね。言ってらっしゃい。